私たち立憲民主党は国民のため、日本の未来のために誕生をいたしました。政治に私たちは見えていますか？その声に応え、新しい立憲民主党は右でも左でもなく前へ進む国民政党として、全国の皆様とつながり、今の政権が、行政が、制度が国民のためになっているのかを監視し、より良い姿を提示してまいります。総理、ここまでのコロナ対策では、学校一斉休校や布マスク配布など官邸内での独断が失敗につながっています。官邸内だけで決めるより、各省庁そして与党野党が集う国会での議論を踏まえる方が国益にかないます。総理、ぜひ国会重視、そしてこれから始まる予算委員会などでの丁寧な答弁姿勢をお約束ください。総理は叩き上げの総理とおっしゃいます。叩き上げであることを誇るのではなく、叩き上げだからこそ自助の大変さ、共助すら困難な現代の孤立、孤独社会の難しさ、公助にたどり着くことの難しさを理解をしていただきたいのです。菅総理はまず自分がやってみる、そして家族、地域で互いに支え合う、その上で政府はセーフティーネットでお守りをすると述べました。それはまず、自助と共助がなければ公助はないという姿勢ではありませんか。私たち立憲民主党は、枝野代表を先頭に、多様性を認め合い、困った時に寄り添い、お互い様に支え合う社会を目指しています。これからの時代は、国民の自助と共助を信頼し、それを支える公助を充実させることこそ必要なのです。だからこそ立憲民主党が皆様の期待に応えます。私たち立憲民主党は、国民の皆様に寄り添い、国民と共に新しい政府を作ることを皆様にお誓いをして、質問を終わらせていただきます。